でこんなうまく描けるの？見えてないんだろ、色盲って。え、色盲じゃなくて色覚異常、差別用語だよ、色盲って。私、文化祭やってみようかな。ん？何やんの？美術係、看板描くの。バッカみたい。恐竜の色ってまだ誰も知らないんだよ。だから決まった色の必要ないだろう。正解なんてないし。まゆちゃんいてくれてよかったな。ほんと助かるわよ。小さい頃からずっと一緒だしな。まゆちゃんがいるとあやも安心ね。あやさ、もしかして高原のこと。なんもないよ。だってこの間楽しそうに話してたじゃん。なんでもないって。隠さなくたっていいじゃん。まゆには関係ないって。同情なんかされたくないの。一人でも大丈夫なの。チヤホヤしないでよ。お前は父さんの言うことだけ聞いとけばいいんだ。自分の道は自分に決めたいんだよ。バカみたい。うん、やっぱあやは綺麗系より可愛系だよね。同じように見えてもみんな見てるもの違うって不思議だよな。高原くん、あれって何色？え、夕焼け？いつも色が変わるんでしょ？